はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。党首福様、都市福様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。10月22日、NHK でも開催いたします。来てねー。テロリスト、重信房子、ずっと重森だと勘違いしてました。なんでだろう、全然わからん。そういうアイドルかなんかいたっけ、ちょっと記憶が定かでないんですけど、ずーっと勘違いしてました。生まれてこの方。なんでだろう全然わかんねえ。今日本はイランから石油買ってないんですって。これ知らんかったです。教えて、くれた方、ありがとうございます。イスラエル状況、続報。イスラエルからの退避を希望する日本人に差し向けられた政府のチャーター機は日本行きでなくてドバイ行き、ドバイで降ろされてしまう。他国のように無料でなくて、3万円徴収。ケチ臭い、日本政府に対して微妙に不満が広がる。プーチン、イスラエルは非常に残酷な方法で反撃していると発言。お前が言うな、の嵐。プーチンの元にはですね、ロシア軍はジェントルメンで、報告しか上がってないみたいですね。イスラエルがこれまでにガザに、投下した爆発物はミサイル含め6000発、種子島程度の面積に、200万人がひしめく世界一人口密度が高い場所で大丈夫かこれ、なんか23区の4割ほどの面積、半分ぐらいの面積だそうなんですよ、ガザって。そこに200万人住んでる。ああ、だったらあの東京の方が人口密度高いか。23区の人口は980万人ぐらいです。23区以外に、まあ、400万人ぐらい、住んで、いらっしゃるのが東京。23区の半分ぐらいに200万人。大したことねえな、そういえば。ちなみに10万人が亡くなった東京大空襲に使われた爆弾は40万発なんですけど、まあ、一発一発のあの威力が違うんで単純比較はできない。焼夷弾なんていうのも一発と数えられていますから、まあ、家燃やす効果がある焼夷弾なんかも一発、ナパーム弾ですか。ガザには周辺諸国やスポンサーから支援が届くんで、住民全員生活保護状態。産業がなくても失業率7割以上でも平気平気。多分これ洗濯屋さんとか内需しかないんだろうな。養ってもらってるのも楽ちんで豊かなのでなもんで、人口も一貫して増加。これまではこれまではやるかやられるかの覚悟で、覚悟がん決まりのイスラエルにブリンケン国務長官、国際法守ってよ、封鎖した上で空爆はちょっと、イスラエル他に選択肢はない。ヒズボラとの戦闘が続くレバノン領内で、これあのレバノンにいるレバノン民兵組織って呼ばれてますけれども、ヒズボラね、テロ組織です。イスラエルの攻撃に巻き込まれ、ロイター通信の記者死亡、アルジャジーラ記者負傷。レバノンのヒズボラ、米国空母艦隊撃沈を宣言。だがお前らの持ってる武器でそんなことできるわけねえだろと笑い者になっておりました。イスラエル国内からアルジャジーラを追放すると発表。イスラエル地上部隊のガザ突入開始時間を日本時間で今日の6時朝6時としていたが、国連、24時間で100万人の避難は無理だし危険だろと言われて、開始時間を6時間延長し、日本時間の正午に変更。なのであの今頃突入した頃ですね、もうすでに突入開始してる。イスラエルハマスじゃない民間人はエジプトに逃げて呼びかけ、エジプト断る、迷惑だ。イスラエル避難する車列をミサイル攻撃、70名死亡。ハマス指導者イスマイル、ハニーヤは若者死なせて得た金でカタールのドーハで優雅に生活、亡命したんだってカタールに。イスラエル政府ハマスのテロを非難しない中国政府に深く失望すると発表。北京イスラエル大使館付近でイスラエル外交官が何者かに刺される。被害者は無事であります。容態は安定している。防犯カメラ映像から、犯人は中国人っぽくない。これも呼びかけに応じたテロなのかな。ローマでイスラム教徒が暴動、警察隊と衝突。フランスアラスの学校で無差別テロ。この学校の元生徒チェチェン系ロシア人
モハメド・モゴウチコフ、モゴウチコフ、がですね、なんかあの属性がすごいですね、神は偉大なりと叫びながら、アッラー・アクバルですか、叫びながら複数人を刺す、教師1名死亡、重傷者複数、犯人は逮捕、ハマスのテロ呼びかけの影響か、それとも在学中の復讐、逆恨みか、日本で、騒乱やテロがあったって報道ありました？私調べたんですけど見当たらないんですけれども、川口わらびは無事だったのかな。国連パレスチナ難民救済事業機関ラザニニ事務局長、日本に我々の拠点を作りたい。なんでだよ、なんでやねん、世界中作ってんだったらまだ OK けど、なんでやねん、ねえ、なんか北側の住民は南側に避難するって言ってるみたいなんですけど、あのイスラエル北側は占領するかもしれないですね。で、イスラエル領、無人の荒野にして、イスラエル領にするかもしれないね。つまり、あの、自治区を半分に減らすっていう。それするかもしれないな。ちょっと私は睨んでおりますけれども。まあ、イスラエル状況はこんな感じであります。NHK が今年の夏に取材した古代メキシコ展宣伝映像が BPO で審議にかかりました。負けたら心臓を捧げます。集団生贄200人、心臓をドクドク捧げようという歌詞がグロテスクであるという声が寄せられ、BPO、ショッキングな絵見せたわけじゃないんで、問題なし、なーなーな結末。NHK、ご意見は今後の番組作りにの参考とさせていただきます。これまたテンプレ回答ですね。世論です。次は死者の祭り定着させるつもりなのか、進撃の巨人絡みと思ったら全然違って呆れるやらなんやら、命を捧げてたことを茶化すのは不謹慎、 NHK が視聴者のことを考えるはずないからな、そういう内容を楽しげに伝えるのはあかんやろ、BPO はしょうもないところで仕事したふりしてんじゃねえぞ、 NHK の倫理観がおかしくなってる。倫理観ないよ、 NHK には、倫理観なんかないよ。力関係はですね、 NHK 総務省 BPO で、 BPO が格上、大格上の NHK を監督できるわけもなく、 BPO ってですね、テレビ業界が設置したですね、一応番組の審査もあるっすって程度のお仲間組織で、過去のね、審査員に自称精神科医の中指姫という人も、この人を見てくれる精神科医はいないのかって言われてた、あの人、BPO がどういう組織かは推して知るべしであります。そして不謹慎な映像を垂れ流した NHK も頭おかしくなってます。統一教会解散の流れに公明党ガグブル、石井幹事長、宗教団体の政治活動を制限することは憲法違反と述べる。税金払った上で政治活動してるとこと比べて不公平なんじゃないの？なんか、政教分離どうした？世論です。そうか必死やな。インチキ政党が馬脚表したら、政治と宗教の自由は関係ない。最近一切聞かなくなった政教分離。政治に宗教が関わること自体迷惑。政治活動したけりゃ税金払え。政治活動するなら税金払え。憲法が保障しているのは信仰の自由であって、宗教団体の政治活動の自由ではないぞ。嘘をつくな。嘘をつくのやめてもらってもいいですか。他の政党の献金はですね、税引き後のお金で、無税で政治活動やってるのは全く不公平ですよね。お布施に税金かかんねえっていうね。信長以降ね、政治に関わる坊主は値切りっていうのが日本の伝統なんですけどね。宗教団体を背景とする党が与党っていう、この状況は政教分離の原則に全く反してんで、必ず後世に汚点となりますよ。何百年か経った後ですね、この人らは一体何考えてたんだろうね。なんか宗教団体の党が政権与党だったんだって、頭おかしいよねって言われるの受け合いであります。地方議会の自公のズブズブ具合を見ると連立解消は無理だなって思うんですけれどもね、実は、自民だけで過半数の自治体の方が少ないしね、自公が組まないと過半数ないんだからどうにもなんないよね、多くの自治体で、っていうかそういう自治体の方が多い。早く学会がですね、信者の高齢化で自然消滅してほしいですね。そうすると公明党も自然消滅、連立も自然消滅、こういう風になりますから。麻生副総裁、
日韓協力委員会総会で韓国ユン大統領と面談した。際に政権が変わっても外交面で態度変えるなと伝えたと発言。韓国大統領ってさ、人気終わると大体殺されるから解放じゃんと総会でぶっちゃけと世論です。そんな国と外交があるのが間違い。平気で約束破られるのは日本が制裁しないからだろう。ムンムンは今のところ逃げ切ってる、山から落ちたノムヒョンは殺されたと思ってる。ムンムンが無事なのが不思議でならないと。大体殺されるかって、あの毎日新聞の記事なんですけど、漢字おかしくね、これ。これ簡単字じゃない？私のパソコンの変換で、殺されるって打って変換してもこんな感じ出てこないんですけどね。毎日新聞のパソコンが簡体字モードなんすかね。それでも全然驚かないけどね。実は書いてるやつも中国人だったし。ムンムンは大統領退任後は任期中のことを操作できないって法律作ってから辞めたんで、今んとこセーフであります。狡猾だな。さすが身に覚えのある北朝鮮随一のスパイだな。政権が変わると約束を保護になる。その度きっつい制裁してない、日本が悪いよなこれな。きっついきっつい制裁その度ぶちかましてればね、殴っても理解しない連中を殴らずしつけようなんて甘すぎるんですよ。それと竹島軍事占領中の敵国となんで国交があるのか謎。イスラエルとガザぐらい険悪でもいいのにね。私は間違ってますけど、自民党はもっと間違ってるよ。なんで敵国と国交あんのっていう。貧困世帯増加、年収200万円台が最多、 G7 でダントツ最下位、という記事ですね。世論、俺多数派か。サービス残業が支えてきた経済だし、年収870万だけどカツカツ、昼飯は立ち食いそば、このあたりがきついんですよ。税金すごいから、何所得制限とか言ってばらまきからもの恩恵も受けらんでしね。無能社員を切り捨てられないから仕方がない。経団連にいいようにされた結果、所得低いのに忙しい人多すぎが問題。パートやアルバイトを統計に入れるのがおかしい。平均は545万、世帯収入ね、中央値は423万とあるな。でもお前ら働いてないじゃん月収300万円時代、年収300万円時代って本をバカにしていた時代が懐かしい。本当に来ましたねこれね。最多が200万円台はパートアルバイト含む数字のようで、社会が悪くないと都合が悪いパヨ風味を感じる記事であります。だいたい実質税率、実質税負担率 47% っていうのがきつすぎなんですよ。中間層も消費しないしできないしで経済回んねえ。起きて半畳、寝て1畳、天下取っても2号半、金持ち層の消費にも限界ありますでしょ。金持ち、大金持ちが米を1日10キロ食うって言ったらそんなことはない。消費にも限界がある。票になる高齢者が優遇されるのは最大多数の最大幸福でしゃあないですね。社会保険料がその実質税負担率のすごい負担になってる3分の2ぐらい、ね、なんですけども、投票しないと最大幸福に、最大多数に数えてもらえないですもんね。18歳から29歳の若者は1000万人以上いるんですよ。全員投票に行けば日本を動かせるんだが、本当に惜しい、残念である。20回参院選、比例票なんですけど、全国比例票、自民1826万票、維新785万票、立憲677万票、公明618万票、共産368万票、民民315万票と。ねえ、1000万票あったら日本を動かせるでしょ、これ。例えばですけど、維新に全員入れて自民を逆転させることもできるんだよね。で、維新は、若者が、3分の2ぐらいの票だって、20代だって言ったら、20代、に得なようなこと進めてくれるしね。ひっくり返せる。資本主義が発展していくと格差が広がるは自然現象だそうなんですよ。そのためね、累進課税とかやってるんですけど、真の金持ちは非上場の会社作ったり、死ぬ前に財団作ったり、いろいろありますからな。鳩山会館っていう鳩山財団、ブリヂストン財団ですか、そういうとこもありますし、自民党が経団連から多額の寄付を受けてて、
操り人形になっているうちは労働者に厳しい社会のままですね。だからといって労働者革命を起こせとは言いませんけれども、さらに若者たち自身が格差拡大するような行動をしちゃってんですよ。文科省調査、21歳の若者の6割が一切読書をしない、っていう感じなんですけど、本当かな。大学生は本読まないといけないんじゃないの、本当かなこれって思うんですけれども、6割は本読まないでスマホポチポチいじってんのかな。 SNS で活字は見てるんだけど、いかんせん、SNS の文章短いですよね。6割は長文読解能力がどん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 衰えていくんだろうな。会社入ったら嫌でも書類読むようになるんだろうか。21歳っていうと、まあ大学3年生。大学行ってない人は半分ぐらいいるかな。高卒で働いてる人5割ぐらいですか今。そんなにいない？ 3 割ぐらい。よくわかんないですけど、読書する4割と、それまでの蓄積で取り返しがつかない格差がすでにもう発生してるって思います。なんか国語力って結局は小学校入学校まで、小学校に入学するまで、つまり幼稚園時代に読んだ読書の量で決まっちゃうって話も聞きましたしね。巨大な組織、巨大な事案、巨大な金ほど文書で動いてんですよ。文書がつかない金は少額、まあ、口約束とかね、なんとなくとか、巨大な大金は文書付きで動くっていう、これも所得格差が広がる原因だろうな。上司に提案するときもですね、口で言うんじゃなくて文書で提案するのがええんだって。ホストですね、その上司も上司に持ってきやすい、自分の上司に持ってきやすい、なんかこんなこと言ってんですけど、言いに行くのはめんどくさい。だから会社で出世したければ、その文書で自分の意思とか考えを伝えられるスキルが大事であるっていうね。役所なんかほぼ全てこれですもんね。イギリスの研究、座ってる時間が長いほどボケる。これ運動しないってことですかね、ひょっとして。平均年齢68歳の高齢者5万人が調査の対象でした。座ってる平均時間は1日 9.27 時間でした。この場合の認知症リスクは 1.08 倍でした。つまり8% ぐらいが認知症発症するっちゅうのかな。座ってる時間が12時間に増えるとリスクは 1.63 倍に、15時間で 3.21 倍になりましたと。つまり、ずっと座ってる高齢者はボケやすい。私起きてる時間ほとんど座ってっからやばいなーって。それともあれかな、カチャカチャやってればぼーっとテレビ見てるとかじゃなければ大丈夫なんでしょうかね。こういう文章を作ったり、記事読んで情報を探したり、皆様も適度な散歩などの運動をなさって、ください。心がけてください。デモとかいいですよ。そういえばちょうど22日にNHK ネット聴取反対スクランブルデモっていうのがありまして、2キロぐらい歩くようになります。適度な運動にデモ参加はいかがでしょうか。ボケ防止の観点からもデモ参加よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。